皆さんこんにちは。大家好。この前は過去についていろいろ勉強しましたよね。でもそれは全部動詞と一緒に使う場合です。今日は、形容詞、形容詞と一緒に使うの一つの例を、言います。これは表示過去曾经有过某种现状。こういう時に使います。どういう意味か。過去に、過去にあったある性質、また状態。過去にあった性質、また状態を表す場合、表す時に使います。形容詞。その性質、状態は大体形容詞で表しますよね。例えば、大きい、長い、短いとか、低いとか、それは全部物の性質ですね。それは形容詞の後ろプラス過という形です。这个呢，これらは通常含有相比较的意思。こういう使い方は大体その相比较、比較、お互いにその比較する意味が入っています。大体比較する意味が入ってます。例えば、太い。太いというのは形容詞ですね。パン。中国語でパンと言います。で、私は今、細いですね。昔はデブだった。デブでした。結構太かったですね。じゃあ、それは昔。例えば、その時、那时。他、彼女。他也胖过。その時、彼女も太かった。私の話ではなく、彼女でした。彼女も太かっただよ。胖、形容詞、プラス过、胖过。要するに、今の彼女は、彼女が細いです。そんなに太くないです。私もそうです。はい。じゃあもう一つは、若い。よく、年配なおばあちゃんから聞きます。ああ、私も若かったわ。その時私も若かったよ。若かった。年轻。若い。年轻。年轻。形容詞プラス過。年轻過。で、昔はね、昔は若いですけど、今はね、我也曾年轻過。私も若かったわよ。那再一个啊，まだ部屋に入って、わあ綺麗だね。こんなに綺麗のは思わなかっただよ。あんたで部屋をこんな綺麗にするのはありえない。这房间从来没有这么干净过。干净、綺麗、干净过。か、要するに、干净过、綺麗になりました。这房间この部屋从来没有就来いつも没有这么こんなに綺麗全然こんなに綺麗になったことがありませんというのは今は綺麗になってますが昔というか今日いつも全然綺麗ではなかったので比較してます从来没有这么干净过以上は、過と形容詞の一緒に使う場合です。人気どうなの？